パリゴリン出場を決めたなデシコジャパンが、その大舞台で輝くための、引いてはメダルを獲得するための最前手はまずシステムを考えるなら、昨年の女子ワールドカップで採用した3-4-2-1だろう。先の北朝鮮との連戦、アジア最終予選から判断すると4、4-3-3システムは厳しい。熊谷先のアンカーに加え、遠藤順と宮沢なた な本光が揃って怪我で不在の左サイドも機能していると言い難く、全体的に攻守のバランスが今一つ。それに比べれば、3CB の中央に熊谷を置く342、1の方がチームとしてしっくり来ていた。433システムで戦術の肝になっていた遠藤、左サイドバックを担当。がパリゴリンも怪我で絶望と報じられている事実からも、 3,4,2,1で戦うべきだ。遠藤のように左サイドから気の利いたドリブルとパスで局面を前に動かせるタレントがいれば、話は別だが、現状、周囲との連携も含め遠藤と同等の働きを見込める選手は見当たらない。3,4,2,1システムでベストメンバーを選ぶなら誰か。昨年の女子ワールドカップ以後の試合で、池田太監督はベースを変えていない。 そうした現実的な視点も踏まえて、レギュラー当確と言えるのは6人。具体的には、ゴールキーパーの山下彩香、CB の熊谷、右ウイングバックの清水里沙、ミッドフィルダーの長谷川結衣と長野風香、右シャドウの藤野青葉だ。最終ラインは連携面を考慮すれば、熊谷の右に高橋花、左に南萌香が打倒。 若手有望株の小賀投稿を高橋に変えて抜擢する手もあるとはいえ、高橋は味方のセットプレーで貴重な得点源になる。そこは無視できず、さらに経験も加味するとやはり高橋、熊谷、南の3バックになる。左のウィングバックは現時点で北川光がベストだろう。本大会で押し込まれる展開もあるはずで、その場合、 北側の守備力は重宝される可能性がある。ドリブラーの中島義のはディフェンスの強度に難がある印象で、メンバーに選ばれたとしてもパリゴリンでウィングバックを任される確率は低いと見る。CF の本命は田中みなだろうが、カウンターを狙うなら千葉霊界祭という選択肢もある。裏のスペースに抜けるセンス、スピードを備え、思い切りのいいフィニッシュワークも魅力で。 仮になでしこジャパンががっつり引いて速攻を狙う戦い方をするならハマりそうなタレントだ。ただ、ポストプレーの質、チャンスメイク、経験など総合的な観点からすると、植切子よりも田中か。誰を起用するにしても、CF は物足りなさが先行して、決め手にかけるのが現状だ。左のシャドウは、本大会までにコンディションを戻せれば宮沢で決まり。 ただ、現時点でそこは判断しにくいので、ランニングは開始しているが、宮沢以外の選択肢を考えると、候補者の一人として長谷川が浮上する。長谷川は、サッカーセンス抜群でなでしこジャパンの心臓と呼べる存在。3421システムでは、ここまでボランチを任されてきたが、一つ前のポジションで起用する手はある。では、空いたボランチに誰を使うのか そこは、超逸材の谷川桃子に任せたい。ゲームメーカーとしてだけでなく、チャンスメーカー、プレースキッカーも担えるだけに、そのポテンシャルにかけてもいい。いずれにしても、谷川の成長次第で、パリ五輪に向けてスタメン争いはより激しくなるはずだ。ちなみに、長谷川をボランチで使えば、シャドウの左には聖家高子というカードもある。ただ、 ここはボランチ谷川、シャドー長谷川を押す。複数のポジションに対応可能な聖家はスーパーサブとしてベンチに置きたい。出場メンバーも未確定の現状でチョイスするのは無謀かもしれないが、ここまでの話をまとめれば、ベスト夫人は以下になる。